ホールズとか、日本だと馴染みがないかもしれないですけど、ちょっと、なんだろうな、百貨店までは行かないけど、っていうようなイメージカで、テゴ皆リーさんでに。はでもアメリカでは百貨店です。百貨置い店てあで。るものはショッピングモールと同じなので、同列でいうとメイシーズさんだとか、ブルーミングデールさんだとか、そういうところと一緒のカテゴリーです。というイメージですよね。なるほど。ただし、郊こう外いっ型た、ですね。郊外型なんですね。割と、じゃあ、やっぱ自動車を使うみたいなところもキーワードに入ってくるんでしょうか。そうですね。他社の、競合他社が例えばですけれども、小型店舗、例えばターゲットさんであるとか、いろんなメイシーさんなんかも自分のスモール店舗みたいなものを、街中に置くっていう戦略をしている中で、彼らはどちらかというと、もうその店舗と、配送センターみたいなものをくっつける形でやってますので、かなり車というものが、配送もそうですし、お客様が来られて、そこでピックアップするみたいなものもですね、かなりそこに力を入れてやられてますので、まさにボピスというのは、彼らの、ある意味でのオペレーションの、これからの一番力を入れていくような領域だと思っています。そういった百貨店とかお店自体がもう配送センターみたいになってるみたいなニュースを見たことがありますけど、そんなイメージですかね。そうですね。基本的にはこれ、グロサリーストアって言われている日本でいうスーパーですね。そこを中心に発展してきたんですけれども、ようやく、こういった百貨店さんなんかも、そういった動きに、強制的にならざるを得ないと。なので、先ほど、いみじくも、そば島さんからご質問があった、これはコロナ前に何か取り組みをされていたんでしょうか、どうなんでしょうかってところなんですけれども、スーパーさんなんかは逆にコロナ前からこういった動きをしていたところが多かったんですけれども、こういった百貨店はコロナを受けて、もう強制的にやらなくてならなくなってきた、そんな会社さんの代表だと思ってます。売上の40%以上がこのボピスだとか言われてしまうと、すごいやっぱ数字のインパクトがありますよね。そうです面白いでね。す。もう経営課題として取り組まなきゃいけないことになってますね。ありがとうございます。はい。